竹笛垂涎です。まず姿勢を正しまして、心を落ち着けます。今日はですね、タムケやろうと思うんですよ。タムケ、こう年取ってまいりますとね、周りでこうお亡くなりになる方も増えてまいりましてそういう機会も増えるんじゃないでしょうか。タムケを吹く、私も吹いたことありますけど、これ実はね、うちの犬、飼ってた犬はハルって言うんですけど、4年前かな、もう5年前かな、死んでしまいまして、でもずっとね、12歳だったかな、元気で過ごして、死んだ日もね、昼間元気にしてたんですよ。全体にもう体力は落ちてましたけどね。それで夕方亡くなってしま、亡くなったっていうか、死んでしまいまして、うち庭が広いもんですから、埋めてやったんですけど、それで手向けを吹きました。次の日ですね、ここ別荘地なんですけどね、ご近所にの別荘で若い夫婦の方いらっしゃいまして、実はアルプホルンやってらっしゃるんですよ。でお友達も一緒に来て、じゃあちょっと庭で吹いてくださいよって言って、これはなんていうか、どちらかというとキリスト教式ですけど、アメージングレースなんか吹いてもらいました。こんな感じで超豪華ですよね。それで私父がもう8年前かな、亡くなりまして、その時はですね、手向けではなく、酒は涙かため息かを吹きました。というのはですね、うちの父が若い頃からっていうか、ギターもちょっと好きで弾いてたんですけど、古賀メロディーをね練習してましたね。酒は涙かため息かなんかよく弾いてたんで、これを吹こうかなと思いまして、そういう何を吹くかっていうのはもうね、本当に手向けに限らず何でも吹けばいいと思うんですね。要するに本当の意味で手向けになればよろしいわけなんです。それで手向け吹くにあたって、やはりここに楽譜があるんですけど、こちらあんまり見せると、これは手向けの楽譜はもちろん国際尺八研修館でお買い求めください。それでこれ吹くにあたりまして、ちょっといろいろ考えたんですよ。難しいじゃないですか、と大抵うまく吹けないですよね。で困っちゃったななんてなっちゃうんですけど、それを割合簡単に吹く方法っていうのを考えたんですよ。それを今日はご紹介します。手向けですね、この横山先生の手ですと非常に難しいですよね。こうWe'll be right back.
苦労しますね。これはですね、まあ記号がいろいろついてますね。こういう悩しとかね、なんかこう檻みたいなとか、こうなってたり、うーんみたいな、いっぱいついてるんですけど、これは考え方としてはですね、横山先生の拳なんですね。横山先生がこのように拳を入れると、だからよくね、横山先生は歌うように吹きなさいっておっしゃるんですけど、でよく歌われますよね、先生が「ローツーレーロー」とか、こう自分でこう拳を入れるんですね。「レーツー」とか、このそのそれを表してるんですよ。だからそのみんな同じに拳入れる必要ないですよ。ね、だってその人の歌真似したってしょうがないじゃないですか。まあしてもいいんですけどね、それがいいなと思って真似するのはいいんですけど、ということでですね、まあちょっと簡単に解説します。まあ1行目ですね、まあ「ろつれろ」って書いてますね。でこういろいろ記号ついてますけど、これ1行目「ろつれろ」でしょ。ということなんですね。で「つ」のメリはですね、そこまで下げなくていいんだと思います。この これで構わないと思うんですね。まあ横山先生はね、まあ正音階かぶれというか、下げろ下げろって言うんですけど、中メリでもいいんですよ。このちょっと中メリでやってみましょうか。これでもいいんですよ。でその自分が好きなとこ取っていけばいい。低いのが好きだったら低めに取ればいいし、中メリでも全然構わないと思いますよ。で2行目今のね、地の仮、理のメリって書いてありますけど、それは地の仮ができますから、これね、これいい感じでしょ。これ4項をね、これってやるよりもってやった方が絶対雰囲気ありますよね。3行目こんな感じですね。で、まあこういう感じですよね。その次のですね、まあ、これは 6行目じゃない、8行目か、8行目っていうのがあるでしょう。これ難しいじゃないですか。だからとかですね、ロレチレツとかね、
5つもね、だからちょっと高めにね。これでいいと思うんですよね。あ、よく見えない。もう老眼で見えないで、もう眼鏡かけよう。うん、こういう感じですよ。あの、簡単でしょう。でこの次があの、あの例のあの子守歌っぽいとこね、あの、これあのでまあできれば やってもいいと思うんですけど、まあ別にあの。でこうやってもまあ構わないですよ。で次、こういう感じですね。でまたあのここがこういう感じね、あのと、まあこんな感じで、無理せず自分の技量に合わせて吹くということなんですよ。いかがですか？吹ける気がしたでしょう。あの楽譜買って、だから省略していいんですよ。別にこれ同じに吹かなくていいですから。ってな感じなんですけど、外ね、今 雪なんですよ。雪でこう眼鏡光っちゃってるね、こう、もう夕方なんですけど、それですね、まあ最後といいますか、ちょっとこの竹笛なんですけど、まあ、A 管2尺3寸ですね。こう音色のことなんですけどね、最近はなんて言いますかね、みんなまあ良くなるっていうか、ビービーなるまあ西洋尺八を買いたがるじゃないですか。それでまあなんて言いますかね、いわゆる A 管2尺3寸っていうか、まあ4寸っていうか、2尺3寸なのに1尺8寸みたいになるやつっていうのはあるんですよ。もうなんかこれ1尺8寸みたいな、こうビビすげえなるのね。でもそれはでも音色が悪いですよ、本当に。なんか台無しというか、ビービー言ってますよね、ローとかね、ローとかね、もうなんだそれみたいな。横山先生そんな風に吹いてますか？吹いてないでしょ。で自分がその大きい音出したいとか、他の人に負けたくない、それでそういう現象が起きるんですよ。でみんなその良くなるのが欲しいもんだから、すごい高いお金を出して買っちゃうんですね。
でもそれ善じゃないですよ。善になりませんよ。高いお金を出して何か買うっていうのは、まあブランド物のバッグ買うようなもんですから意味ないですよね。例えばね、この辺かな、こういう音色がちょっと違うでしょう。柔らかいっていうのかな、まあこの辺なんかあれだな、あ、息なくなっちゃったよく吸わないとダメですね。まあこの高い高値って言いますかね、こういうところ、こういう音がやはりね、こういう伝統の調律が地なし感でないと出ないんですよ。もう全然音色違いますからね。それからですね、まあこういう長管吹く場合はこうすごく太い息で吹くんですね。太い息、こうもうね、ほーみたいなの、こういう感じ。で決して強く吹いたらダメです。もうほーっていう感じですね。でこういうやはりですね、音色を求めなければ意味がないですね。水前っていうぐらいですから、もうね、画を出しちゃダメなんですよ。自分に向かって吹くんです。自分に向かって、もう本当に自分を癒すんです。自分をね、手向けはもちろん亡くなった方も癒す、それから近くで聞いてらっしゃる方がいたら、その方たちにもまあ癒しを与えるって言ったらちょっと傲慢ですけど、まあ癒されるなっていう音、音色なんですね。本当に音色が重要だと思います。